コダカラ妊活アドバイザーの山森です。今回は病院の転院のタイミング考え方についてお話をしていきたいと思います。先日私と同じように鍼灸師の資格を持った先生で、最近同じように妊活の方をサポートされるような、施術もされるようになった方からご相談をいただいたんですが、来ている患者さんから妊活1年ぐらい続けている方で、不妊治療1年ぐらい続けている方で、タイミング法から人工授精も何度かされてまだ結果が出ないと、そういう時に転院を今考えているんですというふうな相談を受けたみたいです。ただその方のご主人はまだ1年ぐらいなんで、もう少し同じ病院で頑張ってみたらというふうにも言われていて、ご自身少し悩んでいて、転院した方がいいのか、もうちょっと今のまま病院で治療を続けた方がいいのか悩んでいます。そういう方がいらっしゃった時に、先生ならどういうアドバイスをされますかというふうなご質問をいただきました。動画をご覧の方、妊活されている方でも転院とかを考えている方も結構いらっしゃったりとか、どのタイミングでというふうに悩んでいる方もいらっしゃると思いますので、今回そのあたりについてお話をしていきたいと思います。それじゃあ病院の転院についてなんですが、私としては転院すること全然悪くないと思います。ただ転院する、なんで転院するのかというところがすごく大事かなと思います。転院するということで、結果が出てないから転院をというふうに考えられているということだと思うんですが、例えば今通っているクリニック、病院が人工授精までしかできない病院ですと、その時にステップアップを考えて転院するとかっていうのは全然ありだと思います。でも現在タイミング法をされたりとか人工授精をされている方がいらっしゃって、ステップアップ体外受精は考えていませんと、今のタイミング法人工授精でなんとか子供ができないか頑張りたいという方で、ただ今のクリニックが結果が出てないので転院を考えています、何か新しいことができるんじゃないかというふうに転院を希望される方についてはあまりおすすめはしません。おすすめしないというか、転院されても結局は同じ治療、新しい治療を期待されていくかもしれないんですが、違う病院に行かれてもタイミング法人工授精というのは結局同じような治療になってきます。どこの病院だからやり方が違ってきてというわけではなくて、人工授精タイミング法というのは同じお薬、大体同じお薬を使って同じ方法でやっていくという感じになってきますので、何か違う方法で妊娠が期待できるんじゃないか、新しいことをしてくれるんじゃないかと思って転院を望まれるんでしたら、ちょっとそこは違うかなと思います。体外受精までなってくると少し状況は違って、個人的な意見ですけども、やはりある程度の規模で、経験豊富な培養士さんがいてというようなところの方がおすすめ、病院の差というのが少し体外受精になってくると出てくるかなといった感じです。それじゃあ人工受精やタイミング法をされている方というのは転院はしない方がいいのかというと、最初にお話ししたみたいに転院というのは全然ありだと思っています。ただ理由として何か新しいものを求めてというわけじゃなくて、他の理由、例えば先生との相性、これもすごい関係してくると思います。私は個人的にちょっとこの先生とは合わないかなとか、そういうようなストレス、病院に対してのストレスとか、そのあたりが発生してくると、これは転院してもいいタイミングなのかなというふうに思っています。妊娠とストレスの関係性というのはすごくあるというふうに思っています。なので妊娠するためにというふうに病院に行っているのにもかかわらず、そこに行くことがストレスになっているとするなら、妊娠への近道になっているかというとそうじゃないと思います。同じ治療を受けるにしても、自律神経のバランスとかホルモンバランスとかメンタル的なこととかすごく関係してくるので、やはりそういう意味でもストレスというのが少ない状態で治療を受けれた方がいいので、
先生に対して少し不信感が出たりとか、ちょっとこの先生とは合わないな、病院に行くのが嫌だなというふうに思い始めたら、治療というのが新しく変わるわけでもないんですが、人工授精タイミング法という方でも転移というのは全然ありかなというふうに思います。よくクライアントの方にも、転移とか先生病院いいとこ知らないですかというふうに聞かれることも多いんですが、そういう場合どういうふうにお答えしているかというと、基本的にやはり今どういう治療状況というところは変わってきたりとかはするんですが、やはり先々のことを考えた時に、もし体外受精をしようかなと思った時に、やはり同じ病院で最後まで体外受精までできた方が私はいいのかなというふうには思いますので、なので体外受精までできる不妊専門のクリニックというのをお勧めします。その上で通いやすい場所の方がいいと思いますので、自宅がどの辺りにというところとかで、この辺りのクリニックとか、職場が、この辺りというところで、職場の近くとか、その通勤圏内で、通えるところではこういうところがあるとか、あとはその方が、何を望んでいるかなんですが、例えば同じ先生に見てもらえる方がやはりストレスも少なくて、違う先生とかが入ってきたりとかすると、ちょっと話のね、ちょっとズレが出てきたりとかするとストレスに思ってしまうようなタイプの方だったら、ずっと同じ先生が指名できてというような病院がいいでしょうし、待ち時間が少ない方がいい。でその代わりちょっと予約で先生を指名することはできないんですよというようなとこ、それでも OK なのかとか、あとは女性の方がいいというふうに思っていらっしゃる方、女性のドクターの方に見てもらいたいという方もいらっしゃいますので、そういうことを聞いたりとかして、それじゃああなたの中だったら、こういうところとかにクリニックあるよとか、この辺とかこことこことかホームページで見てみてねとかっていうふうな感じでご相談に乗っています。実際病院に行ってみて先生とお話ししてみたりとかして、なんか思ってたのとちょっと違うなっていう風になってしまう場合もあったりとか、あの人がいいって言ってたけどちょっと私は違うかなという風になってみたりとか、言ってみないとわからない部分っていうのはもちろんあるんですけど、私がご相談を受けた時というのは今みたいな感じでお話をしています。もし今なかなか結果が出なくて転移を考えているという方がいらっしゃったら、今お話しした内容というのも少し参考にしていただけたらいいかなと思います。